その原則、六番機関による長野地裁でありますが、小泉が問題に関係点を拘束、これは情報公開方法が弱いのではないかという点であります。情報公開の調査団体が発表する原則の案件では決して長野市という項目ではないんですね。だけど松本市長野県よりは下です。テントとしての誇りがあるなら情報の公開に一番進んでいるのは長野県で長野市そうであって欲しいところですが、実際はそうではなく、私どうしてもなら情報公開せよと言っても出てくる文書は別々で発表せたという文書でなくないんです。なんでこれが国々に変えなきゃいけないんですかと、こういう情報まで国々に変えています。ネットで検索すれば出てくるような情報も国々になっていることもあるんですよ。長野市の情報公開の進め方をもっともっと強くしなければいけません。そうでないと住民参加、長野市民の意見を聞く姿勢、それは本当の意味では実現しないと私小泉一馬は考えます。市民会館市役所の建設問題、建設について市民が情報公開請求したところ、会議としても記録がなかったと、不存在の決定があったといいます。これはおかしいということで、情報公開審査会が異例の意見を出ました。会議の記録をきちんと基準を作って、残してくださいと言うんです。こんなことを第三者機関に指摘されなければいけないような長野市政であってはいけない。私小泉一馬総務委員会でこの件再三取り上げました。そしてようやく今年になりまして情報公開についてきちんと対応できるような会議の記録の基準というものが作成されました。まあ、これはよしとしますが、運用する市職員の考えのこと、選択肢改革していかなければならないと、私、小泉さんは考えます。そのためには、トップに立つ市長、この方の明確なビジョンを、市の職員に伝えるという姿勢がなければならない。次の市長では、市職員が市民に行くときだと、奉仕するんだと、そのような当然の職業の意識、職業の意識を教育できるような強力なリーダーシップ、これを発揮できる方が必要です。おはようございます。お話申し上げておりますのは、長野市長に小泉一馬でございます。お騒がせしております。今日は暑くなりそうです。皆さん、お体に気をつけて、お仕事を頑張りましょう。私、小泉一馬も頑張ってまいります。